マルチマティック株式会社は世界的な自動車産業に対し部品やシステムの設計、構築やサービスの提供をする企業。フォード GT1984 年設立。中核となる事業分野には工学技術や製造、車体の金属加工、軽量化技術開発、サスペンションシステム、車体の設計、開発が含まれる。加えてマルチマティックは 趣味的なロードカーやレースカーなどの分野の車の設計、開発、製造に対応している。本社はカナダ・オンタリオ州、マーカムに置かれている。マルチマティックは北米、ヨーロッパ、アジアに製造部門と開発施設を持ち、世界各地の企業とパートナーシップを提携している。マルチマティックは自動車ニュースで2011年の北米トップ100の サプライヤーの中で81位にランキングされた。2013年は90位にランキングされている。マルチマティックワルフ CTR3 とアストンマーティン1-77のカーボンファイバーシャシーとサスペンションシステムの設計と製造を担当し、2016年に発売されたフォード GT のシャシー開発にも関わり、生産も受託している。同社はまた、 メキシコのベルオートモーティブやイギリスのゼノスのようなライトウェイトスポーツカーに対してはもちろんアストンマーティン V12 ザガートとアストンマーティン CC100 とアストンマーティンバルカンのモデルにも設計資料を提供した2012年には経営破綻したローラカーズの資産を買収資産の購入に加えてローラカーズの名前と知的財産を使用するためのライセンス契約を取得した 同社のレーシングチームであるマルチマティックモータースポーツは1992年に設立されスポーツカーレースを中心に北米とヨーロッパ地域におけるレーシングカーの設計、開発とレース活動を行っている。フォードとは特に関係が深くグランダムシリーズにジョインとして参戦し2003年にはデートが24時間でデートナプロトタイプクラスでクラス優勝を収めている。 2014年、ウェザーテックスポーツカー選手権の P クラス参戦のためにマツダ、スピードソースに2台のローラビー12、80を供給した。このマシンは、マツダのスカイアクティブ D、直列4気筒ターボチャージャー付きディーゼルエンジンである。また、チップガナッシュレーシングとジョイントして、前日のフォード GT のレース活動を担った。ルマン24時間では2000年に、 LMP6752016 年に LM GTE Pro でクラス優勝を収めた。またライリーテクノロジーズと共に WEC に参戦可能な LMP2 シャーシコンストラクターとして認定を受けている。2017年にはライリーマルチマティック MK30 をライリーと共同開発。マーク30は現在ムッサユナイテッド。 スポーツカー選手権の松田チーム要スとに供給され、松田 RT24P として参戦している。また2017年の第7戦まではビジットフロリダレーシングもマーク30、シャーシを使用していた。ありがとうございます。